こんにちは、リナポンこと愛のエリナです。こんにちは、リサルンこと深谷リサです。今日はですね、リサルンを連れてきました。あのね、連れてきたお店があるんや。どこ？ちょっとついてきて。何ここ？何屋さんでしょう？レッドボー何？こんにちは。うわ、なに、すごい。あ、お久しぶりです。今日はですね、メンバーのリサルを連れてきました。あ、そうなんですね。初めまして、よろしくお願いします。お願いします。あ、綺麗。でもリサルもお仕事でウェディングドレスとか着たことあるよね。1回だけカラードレス着たことあるんですけど、でも白のウェディングドレスとかは着たことないです。そうだね、白って憧れるよね、やっぱり。でもね、ドレス着ちゃったらね、蛮行になるらしいよ。いや、それはね、そういうの迷信って言うんだよ。信じないよね。信じないよ。すごい。今日もなんか着させてもらってもいいですか？よかったらぜひご試着なさってください。ありがとうございます。やったー。悩むね、こんなに。はい、準備ができたみたいです。呼んでみたいと思います。リサルー。はーい。じゃーん。あー、かわいい。どうですか？めっちゃ似合ってるよ。似合ってる。うん、初白ドレスです。めっちゃかわいい。今時のお嫁さんっぽいよ。あ、ほんと？なんかリサルと並びたくないな、この感じ。あたしだってなんか制服のままやん。大丈夫、今日ツヤツヤしてる。あ、ツヤツヤしてる。どういうことや。それではリナポンも着替えが完了したようなので呼んでみたいと思います。リナポン。はーい。うわー、かわいい。似合ってる。ほんと？やっぱり赤似合うね、リナポン。大人っぽくない？ちょっと大人っぽい雰囲気変わるね、やっぱり。いや、やばいなぁ。どうですか？めっちゃ可愛い。ちょっと色気ムンムンじゃない？ムンムン。やばい、ちょっと。というわけで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。リサルン、今日初めてだったけど、はい、どうだった？いや、なんかこんなにコスプレみたいなしたことなかったから、すごい楽しかったです。どうですか、リサルン。どうですか？いや、やっぱりすごい可愛いですね。本当ですか？もうなんかセクシーで、なんかドキドキしちゃう。よかった。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。